まあ、いじめられたり苦しい思いしてることの辛さより、そうやって景色を急にこう愛しく感じる瞬間に出会うことの方が自分にとって貴重だったというか、でそれを何らかこう表現してみたいっていうのが10代の時に思ってた思いで、原点はそこにあったし、なんかそういう貴重な瞬間があるからこんな辛い日々も生きてられるんだみたいな、多分そういう少年期を過ごしてたんだと思うんですよね。それでは、お客さんの Q&A の時間になります。コメントからいろいろ拾いたいと思います。音楽を中心にする映画を制作する予定はありますか？问题拍成电影吗？もしくは如果会的话，导演还会继续选择霸凌这个题材吗？青春をテーマにする映画を撮るとしたら、またいじめ問題を取り入れると思いますか？という2つの質問です。まあ本当いじめ問題に関しては撮りたくはないけど、あれはどちらかというと撮らなきゃいけないんじゃないかという気持ちで撮ってるというか、まだ問題が続くようであれば、またそういう思いにも駆られる時がまた来るかもしれないですね。音楽に関してはいつも思ってます。なんかすごく音楽色の強い映画は、まあなんか自分のこうライフワークとして続けたいなと。まあせっかく小林武史さんというね、友達もいるので、まあ、これからも一緒に作れたらいいなと思ってますし、あと自分でもまあ音楽ユニットをやったりしてるんで、まあ、そういう仲間ともこう連携しながらなんか映画を作れたらなとは思ってます。沖縄の部分はすごい映画の中でも独立された部分だと思いますが、沖縄のパートだけホームビデオのような手持ちカメラで撮られた映像だったんですが、それはどういう意図の演出だったんでしょうか？沖縄をロケハンした時にちょっと困ったなと思ったのが、まあ、海はあるんですけど陸地の方入っていくと彼らが住んでるエリアとあんまり雰囲気が変わらないんですよね。まあ、彼らの住んでるところは田んぼなんですけど、あっちの島は、まあ、サトウキビの畑なんですよね。ただまあ真夏だとどっちもグリーンで生い茂ってるだけで、ほとんどなんか見かけが変わらないっていうのにちょっと行き詰まって、せっかく旅行に行ったのになんか景色が変わらないっていう感じだったんで、何かちょっと突破口を考えなきゃと思って、あ、だったらもうなんかハンディカメラで本人たちが撮ったもので仕上げたらどうなんだろうっていう、そういうアイデアで挑んだっていう感じでしたね。映画の中で掲示板がありまして、今回のオンライン上映会にも掲示板があるっていう形式って行われたっていうのがすごく面白いなと思いました。監督はこういう上映、オンライン上映会の形についてどう思いますかと。そうですね。非常にリリッシュらしいなっていう。一度ね、ぜひ、いっぱいこう、なんかコメントが流れてくる状況で、リリッシュ見てみたいなっていうのふと思いましたね。この映画に出てくる、エーテルっていう概念があるんですけど、エーテルとは一体何でしょうか？やっぱり映画見てなんとなく、あ、こういうものだなとわかるんですけれども、でもやっぱりちょっとわからなくて、監督から見てこれはどういう言葉なんでしょうか？難しいですね。難しいけど、まあ例えば映画を見たり、例えば音楽を聴いてて、ね、なんかこう感動するんだけど、その感動をうまく説明できないっていうことがあると思うんですね。なぜ自分はこのことに感動するんだろうっていうのを説明できない。何か夕方のね、綺麗な景色を見て感動するのに似てるような、まあ、何かだと思うんですけど、まあ、本当それを表現したくて、こういう世界にこう飛び込んだっていうのもあったんで、自分の中にもまあ何か
あったわけですけど、まあ、それをあえて言葉にしてみたっていう。ただまあこの話の中ではそれをなんか必ずしもいいニュアンスで使ってるわけではなくて、なんかそういう定義をすることによって起きる分断、人間なんか仲間同士の分断とか、なんか変なかえってギクシャクしちゃうことだったり、マイナスの面も含めてなんかこう描くためにわざわざこう言葉にしてみたっていう、そんな気がするんですけど。映画の中で掲示板でちょっと変わった符号があったんですが、それもエーテルと似たような概念なんでしょうか。あの言葉じゃ表せないから、あのちょっと特殊な符号で、あの文字で表せたっていう感じでしょうか。最近でこそあのパソコンとかね、あのスマートフォンとかテキストのデザインがすごく綺麗になりましたけど、あの当時はまあ全然やっぱそこまで行ってなくて、まあ進化中だったんですよね。なのであの時代のそのデザインをそのまま出すと結構将来的に辛いだろうなと思ったんで、まあもうそういう見栄えは全部外して、なんか脳内で起きてることってイメージで、まあ再構築したというか、きっとみんなの脳の中ではこんな感じで会話してるんだろうっていう、なんか一つの抽象的なイメージでデザインしたというか、いや実際なんだろう、劇中の主人公はもうちょっと普通のあのサイトに書くように、あのサイトも実際に作られてたんで本物があったんですけど、掲示板もありましたし、そこは使わないようにして、あのちょっと客観的に映ってる時には、あの彼がパソコンを操作してる時には映ってるんですけど、文字を打つっていうところに関しては、ああいうちょっと抽象的な演出に当時したんですよね。ではそろそろ時間ですので、今日のイベントは以上となります。ありがとうございました。谢谢谢谢。